ちは、名古屋大須のアビシルバーズです。今日ご紹介しますのはセットのクロコダイルのクラウンレッドになります。この3点ですね。クラウンとこちら尻尾です。で、こちらが背中になります。まずはこちらのクラウンを紹介させていただきたいと思います。綺麗なレッドですね。染めも自社でやっているんですけれども、クロコダイルっていうのは結構毎回毎回微妙に色が変わっているんですけど、今回すごくこう綺麗なレッドになりました。で、今ですね、これ10センチぐらいですかね、だいたい10センチぐらいの大きさになります。あとですね、バランスがすごくいいですね。この丸くてちょっと横長のバランスになっています。で、もちろんですけど、まあ一枚革ですね。上から下まで綺麗な一枚革になっています。あとですね、この布ですね、この丸い布がとっても綺麗です。で、中も見ていきます。中はこの部分とこの部分はクロコダイルです。あとは牛革の片押しになります。で、こちら爪がもちろんついています。で、ここにカードが入って、こちらにもカードがあります。で、もちろんこちらの方にもあるんですけども、これダブルカーブっていう、形になるんですけれども、こう締めた時にこのブラックのステッチがこうキュッと締まって、赤もすごく引き立ちます。でですね、このお客様なんですけれども、同じワニでこちらのコインケースも作っていただきました。こちらですね、これもぐるっとワニになっています。なので、こちらが一番最初、次にコインケースですね。で、あとこれ横も見ていただきたいんです。この横もクロコダイルです。で、中は牛革の片押しですね。ただこちらの片押しも背中の片押しなので、すごくリアルな模様がついています。で、こちらも赤のクロコダイルになっています。で、こっからぐるっとこうボックスタイプになっていて、で、こう閉じるような形になっています。これですね、最初とってもちょっと硬いんですけれども、こう使っていくうちにすごく柔らかくって使いやすくはなります。最初はどうしてもこう硬さがあるので、こうしっかり使っていただくと、こうこれがどん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 こう半分ぐらいには厚みが落ち着いてきますので、ボックスタイプは、この中のこうコインがですね、すごく見やすいので結構人気があります。で、最後はですね、こちらです。キーケースになります。で、こちらの方はしっぽですね。このこちらの方からこういうような尻尾になっています。なので、これが一番上、次背中で、最後これが尻尾になります。で、これがキーケースになりますね。 1,2,3,4,5 個鍵が入れれます。で、ここにもポケットがあって、このように閉まります。これもコインケースと同じなんですけど、使っていくうちにすごく柔らかくなってくるので使いやすいキーケースですね。この形はもうずっと定番でやっています。で、カラーなんですけれども、赤っていうのは本当に人それぞれ違うので、濃くなる方、薄くなる方、いろいろなんですけれども、ツヤも経年変化も結構楽しめる。赤は比較的黒に次いで人気ですかね。今結構ヒマラヤンは人気ですけれども、赤もやはり人気が高いですね。で、メインが赤で、こう黒のダブルステッチで締めることによって赤もすごく目立ちます。で、長年使っていただいて、こちらのこのダブルステッチをまた赤に変えたり違う色に変えたりすることができるので、またそれも楽しみなのかなと思います。こちらが3点セットの映像になります。3つ揃うととてもインパクトがあってとても素敵ですね。で、こちらが頭の部分、背中、
骨、尻尾の部分になります。こういう感じでカバンの中に入ってたりするとすごくおしゃれな感じがします。こういう風にセットになるとまたインパクトがかなり違うので、とてもオリジナル感が出るんじゃないかなと思います。あとですね、最後このエクストラカードっていうんですけれども、これもご希望で作らせていただきました。ここカード1,2,3,4 枚入ります。でこちらの方にも 1,2,3,4 枚入りますね。でこれをカードをこのままこちらの中に入れることができます。まあここに入れたりとかですね、一番後ろの方にも入れれるんですけれども、お出かけするときにこちら重要なカードだけ入れておいてこうパッと出すことができます。結構これ便利です。でこのままカードを他のところに入れたりここに入れたり、こう持ち運びが可能です。